はい、どうもこんにちは。この動画ではみんなも作れる VFX 系バトルミュージックビデオの制作過程をご紹介していきます。今回は福岡で活動する外神社さんの昭和パンチというミュージックビデオを作ったので、ぜひともご覧ください。ということで早速制作過程を見ていきましょう。アクション。ということでまずはコンテを作っていきます。今回は音楽ありきなので、最初に外神社氏から音楽を聴かせてもらいました。 Actually, how did you come up with the 昭和パンチ ideaSo I do a lot of bike rides, bicycle rides, and just like some melodies come into my head during that time. So during that time it was like 80s, something crazy, stupid 80s thing. So it's like Showa style, but Showa style is about like fighting and punching and we're so cool. So I just combined it to make a silly song. ということで音楽を聴きながらそれに合わせて絵コンテを描いていきました。もしかしたら完成品を見て気づいた方もいるかもしれませんが、カンフーハッスルやドラゴンボール、ナルト、ロッキー、タランティーノ映画などそんなオマージュに気づいた人もいるかもしれません。この絵コンテは実際に音楽に合わせて動画編集ソフトに入れて並べて、簡単なビデオコンテとして使うことでタイミングとかがわかりやすくなります。ということでコンテで大体の流れを決めていったら、続いては撮影を行っていきます。今回使用したカメラはソニー FX3 と 24-70mm のズームレンズです。それに ND フィルターをつけて、ジンバルは RS3 を使っております。ミュージックビデオなのでマイクが必要ないのはいいですね。夏に撮影したためカメラが高温で何度か落ちてしまいましたが、とりあえず午前中だけで撮影が終わります。ということで撮影した素材を編集していきましょう。まず行うのがプレミアプロに撮影素材を挿入しておいてからプロ機種を作成しておくことです。プロ機種はサイズが大きい動画を編集用に小さくすることで、これを行うことで編集がスムーズになります。そうしたらひとまず OK テイクを編集画面に並べていきます。さあと、まあこんな感じで並べ終わりましたが、今回はログで撮影しているので、ついでにプレミアとダヴィンチを連携して色を補正する方法を見ていきます。ということでファイルの書き出しへと進んでおいて、ここから EDL というのを選択していきます。この EDL というのは編集データを書き出すようなものです。この EDL をダヴィンチに挿入することで、同じようなタイムラインがダヴィンチにも挿入されます。そしたらここで通常通り動画も書き出しておきます。今回書き出す際はビデオコーデックは Apple ProReso の 422HQ にしております。あとはダヴィンチリゾルブに書き出した動画を挿入しておき、そして EDL もインポートすることによって、こんな感じでダヴィンチリゾルブで色を編集することができます。まあ色の編集についてはここでは割愛しておきましょう。まあプレミアプロで編集してもいいんですけどね。そしたら続いては VFX ということで、アフターエフェクツを見ていきます。今回はざっくりとカットごとに解説していきますが、同じようなテクニックを使っているので似たようなところは割愛していきます。まず最も多く使ったのがこのカメラの揺れですね。カメラを揺らすときは1、2キーフレームを打って、さらにブラー方向なんかでブレを加えております。ここでモーションブラーをつけておくと、さらに画面が揺れます。この時若干画面を拡大しているので、撮影するときは 4K で撮影するといいでしょう。続いてこの映像でよく使っているのがオプティカルフレアです。これはビデオコーパイロットという会社が提供するプラグインで、これを使うことによってレンズフレアを追加することができます。そしたら続いてのシーンですが、今回やってみたかったこととして、こんな感じでシルエットを入れたパンチのシーンを入れてみました。ちょっとアニメチックになりますね。これは平面をマスクで切っておいて、反転させたりチカチカさせたりしております。反転する際にはチャンネルの反転のエフェクトを加えております。そして今回よく使っていたのが、この煙のエフェクトとかです。VFX のアセットについてはいろんなところで手に入れることができますが、今回使ったのはビッグフィルムズやトライユンデジタル、あとはフッテージクレートなどを使ってみました。そしたらプリコンポーズをしておいて、これまたカメラの揺れを加えております。そして次はテキストを挿入しておりますが、このテキストアニメーションについては別の動画で紹介していたかもしれません。基本的なテキストアニメーションということで学んでみてください。今回はカメラの動きがそこまで複雑ではなかったので、トラッキングではなくてキーフレームでテキストを動かしております。またエフェクトから壊れたテレビを追加することで、ちょっとデジタル感を演出していますね。そしてもう一つポイントとして、パンチをする際にただエフェクト素材を加えるだけではなくて、若干空間を歪めるようにしております。これはディスプレイスメントマップを追加することによって、空間に透明な衝撃波を加えております。これも別動画でご紹介しているので参考にしてみてください。続いてはこんな感じでエフェクトを手に沿わせて流していますが、これはトラッカーを使ってエフェクトを追随させております。また手の色に関しては、手に対してマスクを切っておいてから、
そこに対してレベル補正やグローを加えております。ちょっと安っぽいアニメと現実の中間ぐらいな感じを追加してみました。ここでは先ほどご紹介したカメラの揺れを使っておりますが、さらにヌルオブジェクトを作成しておいて、位置に対してウィグルのエクスプレッションを加えて画面を常に揺らすようにしてみました。ちなみにこの衝撃波に関しては平面だったりシェイプを使って作っております。このエフェクト自体は保存することができるので、よく使う場合はエフェクトから保存しておいてプリセットにしておくといいかもしれません。続いてこちらのシーンですが、回転するときに同じシーンを何回かタイムリマップを使って使用しております。その際にブラー方向だったり、これまた調整レイヤーを作成してタービレントディスプレイスを使って水平方向に画面を歪めることによって横方向のブレが加わってぐるぐると回転しているような印象になります。本当は半回転ぐらいですかね。実はこの辺撮影素材がちょっと足りなかったので無理くり作っていたりします。さあ、ということでこのパンチのシーンとかもちょっと複雑ではありますが、エフェクト素材を重ねているだけですね。続いてのこちらの目の中に炎のパンチが映るシーンですが、ここではあらかじめ目に合わせて平面のマスクを切っております。そのマスクをトラックマットに指定しておいて、モードをオーバーレイに変えておいた別のシーンを挿入しております。そしてそこに対してレンズ補正のエフェクトを加えて、目の形に合わせて映像を曲げておいた後に、画面が徐々に明るくなるように調整レイヤーでトーンカーブを適用しております。トーンカーブに対してはキーフレームを入れていますね。他にもこちらの衝撃波はシェイプアニメーションを作っておいた後にラフエッジとグローのエフェクトを適用しております。これで徐々に消えていく感じが出来上がります。そしてこちらの空に向けてパンチをするシーンですが、元の映像素材を複製しておいて別の空があるところをコピーしておきます。そしてこれを雲のところに配置しておいて調整レイヤーでバルジを適用してこの空の部分を広げておきます。そしてその上に配置しておいた月の画像をマスクを切っておいて徐々に見せているだけです。この辺もエフェクトとかレイヤーを分かっていると、作りたい映像に対してどうやって作ればいいかを思いつくことがありますので、ぜひともいろいろと試してみてください。最後にこの映像に対して画面の揺れを加えておりますが、この時にヌルオブジェクトを2つ作っておいて、それぞれ位置のエクスプレッションにウィグルを追加しておりますが、ウィグルの数値を変更することによって複雑なカメラの揺れの動きを再現することができます。固定カメラで撮影した場合もこんな感じでウィグルを変更したヌルオブジェクトをいくつか作っておくと揺れているカメラっぽくなりますので、ぜひとも試してみてください。そして最後のこの地球と月の映像なんですけれども、これはまたビデオコーパイロットのオーブというのを使っております。平面に対して VC オーブを適用しておいたら、あらかじめ挿入しておいたマッピング用のこの地球の画像をマップさせております。すると球体に画像が貼り付いて地球になりますので、3D 空間の地球が出来上がります。これは月に対しても同じですね。あとは遊び心で UFO だったりいろいろと追加しておりますので、宇宙空間を作る際には VC オーブを試してみてください。とまあこんな感じで出来上がった素材をプレミアプロに並べていったり、あとは細かい調整をすることで完成です。ぜひとも自主制作の特撮だったりちょっとしたエフェクトの動画を作りたい場合は参考にしてみてはいかがでしょうか。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。それではまたどこかでお会いしましょう。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。